インサイト。月曜日は政治です。政治ジャーナリスト鈴木哲夫さんに聞きます。鈴木さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。希望の党の小池百合子代表が辞任しました。私がもう思うには、なんか投げ出した感にしかないように見えるんですけど、はい、背景には鈴木さん何があるんですかね。はいはい、いや、まあ投げ出したと言ってもですね、まあ結論を先に言うわけじゃないですけど、はい、やっぱり国政の足がかりっていうのは、ちゃんと、まあ、持ちながらですね、まあ、やっぱり今ちょっと一歩引かざるを得ないという、そういうことなんだろうと思いますね。メリットが多少なりともあるからってことですか。いや、もちろんもちろん、やっぱり小池さんの、いわゆる一つの、なんていうのかな、政治家として何をやるのかっていうことでいうと、やっぱり僕は国政の リベンジだと思うんですね。やっぱり、そういう意味では、知事っていうのも、なんていうんだろうな、それの手段っていうんですかね。つまり、よくほら、東京から国を変えるって言うじゃないですか、はいはい、本当に東京の都知事ってそれができちゃうんですよね。そうですよね。だから何かこういろんなことやって国の法律を変えるとか、まあ、東京でこれやってるならっていうことでなんか全国にわっと広がったりですね、はい、そういうことやれる。だからやっぱり知事というこの一つのなんていうのかな、手段として、そして国を変えていくんだと。国を変えるためにやっぱり最後必要なのは国会の中に自分の勢力をやっぱり持っておくことですよね。だからそういう意味ではやっぱりこの希望の党というのを、まあ、足場にするっていうんですかね、はい、それはもう絶対に続くと思うんですよね。で、ちょうどその先週この希望の党の人事がね、はい、まあ、を控えて、お話をしたばっかりなんですけれども、その時はね、やっぱりまだ小池さんは共同代表をちゃんとやるつもりでいたんですね、どうも話を聞くとですね、私まあ、落選した盟友というか支えていた若狭さん、前衆議院議員と、まあ、ちょっと話をしましたけど、若狭さんなんかには共同代表として、まあ、やっていくんだみたいなことはちゃんと言ってたみたいなんですね、はい、ところがね、ちょうどやっぱりその前後1週間ぐらいだったんだけど、いろんなことがあった。まず一つはね、葛飾区議会議員選挙って言って、はい、東京の、まあ、葛飾区の、まあ、地方選挙ですけど、はい、これがちょうど行われたんですが、まあ、これ希望の党のいわゆる都議会版というか都民ファーストっていうね、はい、ところから公認が5人いたんですけども、で1人しか当選しなかったですよね。そうそう、1人しか通らなかったね、でこれはやっぱりね、かなり小池さんにしてみるとショックですよね。足元の、まあ、都議選っていうのはもう誰が出たって勝ってたわけですから、ですよ、ね、それから比べるとね、やっぱりもうたった一人っていうのはもうこれはかなり選挙で、まあ、結果ショックだったと、まあ、それぐらい今バッシングっていうか、まあ、ひどいんだっていうのは分かるわけですね。もう一つはね、やっぱり都庁の中の肝心のその都政、はい、ここでね、ものすごく実は今仕事がしにくくなってるんですね。はあ、で一つはやっぱりこれ都庁の職員、まあ、私都庁官僚と呼んでますけども、はい、まあ、非常にこう優秀なんだけれども、ここがやっぱりこう改革知事を良しとしないっていうのかな、そういうことで、まあ、いろんなところでなんていうのか、この自分たちのペースにやっぱり持っていこうという、これ、まあ、ずっと歴代そうなんですけどね、はあ、やっぱりそういう動きが出てくるんですよ。で、都民の支持がもう圧倒的であれば、これはやっぱりなかなかこう抵抗できないんだけれども、はい、ここまでやっぱ支持が落ちてくるとね、そういう都庁の中の行政でもやっぱりこう官僚をですっていうのから、その、ね、象徴が豊洲新市場の問題なんですけども、はい、小池さんはこれ具体的にいつもう移すんだなんてことをもうどん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 実は先週あたり進めようとしてたんですよね、はい、ところが先々週かな、だけどもそれがそのいろんな、まあ、中の調整がうまくいかないとかいうことになっちゃってですね、これがまたちょっと今頓挫してるんですよね。それから、まあ、あと都議会の中ではやっぱり自民党が盛り返してきてるとか、公明党がもう連携しないっていうふうに、まあ、これは前から私言ってましたけども、まあ、いずれ公明党を離れて自民党を組む、そうなるとね、これ予算も取らなくなっちゃったんですね、今ね。過半数単独持ってませんから、都民ファーストはね。でね、やっぱこれはね、肝心の都政でこういうふうになってきちゃうと、まあ厳しい。まあそんなこんな理由で、やっぱりもう今は一歩引かざるを得ないんだろうと。
いう僕は判断をしたんだと思うんですね。なるほど、損して得取れのような、うん、そうですね。だからさっき言ったように足場はちゃんと持ってるんで、やっぱり希望の党 の職員の中にですね、こう元締めのようなポジションにやっぱり小池さんの自分の側近を送り込んだりもしてるんですね。だから、はい、全くそのもう希望の党を知りませんよではなく、ちゃんとその、関係をパイプを持ちながらですね、うん、今はもうしかしその、まあ、都政だ、それから足元の東京の選挙だ、この辺が厳しくなってる、だからやっぱり今そちらに専念しなければという判断ですね。希望の党は鈴木さん、今後じゃあ、まあ、小池さんというこの看板を失ってどうなるんですかね。いや、看板を失うというか、まあ、裏ではちゃんとこうね、つながってると思って、手を出してくると思うんですが、ただ、私は前から言ったように、希望の党の中はですね、やっぱり路線対立がありますね。ですから、代表選挙で、まあ、票が分かれたような感じで、まあ、いずれ分裂していくような感じなんじゃないでしょうか。つまり、もう一つの立憲を中心にしたね、再々編というのが行われそうですから、来年の、まあ、通常国会に向けてですね。だから、中でというかな。だから、そこで割れていく可能性が高いかなって感じしますね、相変わらずね。そうですか。はい。で、その先に小池さんが目指しているものっていうのは、やっぱりじゃあ、国政でもう一回っていうことなんですね。だから、起死回生ということで、うん、例えば、維新と一緒にやろうとかですね。そうですね。うん、まあ、考え方って近いじゃないですか、割とね。はいはい、維新なんかも大変だから、橋本さんなんかも一緒にやるんじゃないかとか。うん、それからやっぱり2019年の参議院選挙、都政もね、なかなか厳しい状態が続けばですね、うん、もう本当に目に見える形で小池さん自身も国政もう一回というね、まあそんなことも視野に入れながらやっていくんじゃないか。それからもう一回築地に戻すウルトラシーなんていうことを言う人もいますけどね、まあ、このあたりも、うん、小池さんならやるかもしれませんね。だからそういうことで小池さんとにかく打開するという、まあちょっと苦しい戦いにはなりますけど。そうですね。本当数ヶ月前まではね、安倍さんと競り合って、ひょっとしたら女性初の総理大臣かなんてことも言われましたけど、変わっちゃうもんですね、こんな。いや、もう政治って本当そうですよね。一気に風向きがね、変わりますよね。はい、鈴木さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい。政治ジャーナリスト、鈴木哲夫さんでした。ニュースインサイトでした。支持を良しとしないっていうのかな、そういうことで、まあ、いろんなところでなんていうのか、この自分たちのペースにやっぱり持っていこうという、これずっと歴代そうなんですけどね、やっぱりそういう動きが出てくるんですよ。で、都民の支持がもう圧倒的であれば、これはやっぱりなかなかこう抵抗できないんだけれども、ここまでやっぱ支持が落ちてくるとね、そういう都庁の中の行政でもやっぱりこう官僚ですっていうのから、その、ね、象徴が豊洲新市場の問題なんですけども、はい、小池さんはこれ具体的にいつもう移すんだなんてことをもうどんどん実は先週あたり進めようとしてたんですよね、はい、ところが先々週かな、だけどもそれがそのいろんな、まあ、中の調整がうまくいかないとかいうことになっちゃってですね、これがまたちょっと今頓挫してるんですよね。それから、まあ、あと都議会の中ではやっぱり自民党が盛り返してきてるとか、公明党がもう連携しないっていうふうに、まあ、これは前から私言ってましたけども、まあ、いずれ公明党は離れて自民党を組む、そうなるとね、これ予算も取らなくなっちゃったんですね、今ね。過半数単独持ってませんから、都民ファーストがね。でね、やっぱこれはね、肝心の都政でこういうふうになってきちゃうと、まあ厳しい、まあ、そんなこんな理由でやっぱりもう今は一歩引かざるを得ないんだろうという僕は判断をしたんだと思うんですね。なるほど、損して得取れのような、そうですね。だから、さっき言ったようにでも足場はちゃんと持ってるんで、やっぱり希望の党 の職員の中にですね、こう元締めのようなポジションにやっぱり小池さんの自分の側近を送り込んだりもしてるんですね。だから、はい、全くそのもう希望の党を知りませんよではなく、ちゃんとその、関係をパイプを持ちながらですね、今はもうしかしその、まあ、都政だ、それから足元の東京の選挙だ、この辺が厳しくなってる、だからやっぱり今そちらに専念しなければという判断ですね。希望の党は鈴木さん、今後じゃあ、まあ、小池さんというこの看板を失ってどうなるんですかね。いや、看板を失うというか、まあ、裏ではちゃんとこうね、つながってると思って、手を出してくると思うんですが、ただ、私は前から言ったように、希望の党の中はですね、
やっぱり路線対立がありますね。ですから、うん、あの代表選挙で、まあ、票が分かれたような感じで、うん、まあ、いずれ分裂していくような感じなんじゃないでしょうか、うん、つまり、もう一つの立憲を中心にしたね、あの再編というのが行われそうですから、うん、来年の、まあ、通常国会に向けてですね、だからの中でというかな、だから、そこで割れていく可能性が高いかなって感じしますね、相変わらずね。あ、そうですか。はい、でその先に小池さんが目指しているものっていうのはやっぱりじゃあ国政でもう一回っていうことなんですね。だから自治会制ということで、うん、例えば維新と一緒にやろうとかですね。ああ、そうですね、うん、まあ、考え方ってこれ近いじゃないですか、割とね、はいはい、維新なんかも大変だから、橋本さんなんかも一緒にやるんじゃないかとですね。ほう、あの、まあ、やっぱり今ちょっと一歩引かざるを得ないというそういうことなんだろうと思いますね。うん、じゃあメリットが多少なりともあるからってことですか。いや、もちろんあの、うん、やっぱり小池さんのそのいわゆる一つのなんていうのかな、あの政治家として何をやるのかっていうことで言うと、やっぱり僕は国政のリベンジだと思うんですね。やっぱり、うん、そういう意味では、うん、あの知事っていうのもなんていうんだろうな、それの手段っていうんですかね。うん、あの、つまりよくほら東京から国を変えるって言うじゃないですか、はいはい、本当に東京の都知事ってそれができちゃうんですよね。そうですよね。うん、あの、だから何かこういろんなことやって国の法律を変えるとか、まあ、東京でこれやってるならということでなんか全国にわっと広がったりですね、はい、あのそういうことやれる。だからやっぱり知事というこの一つのなんていうのかな、手段として、そして国を変えていくんだと。国を変えるためにやっぱり最後必要なのは国会の中に自分の勢力をやっぱり持っておくことですよね。だからそういう意味では、あのやっぱりこの希望の党というのを、まあ、足場にするっていうんですかね、はい、それはもう絶対に続くと思うんですよね。で、ちょうどその先週この希望の党の人事がね、はい、あのまあ、を控えて、お話をしたばっかりなんですけれども、あのその時はね、やっぱりまだ小池さんは共同代表をちゃんとやるつもりでいたんですね、うん、どうも話を聞くとですね、うん、あの私あの、まあ、落選したあの、まあ、盟友というか支えていた若狭さん、はい、うん、あの前衆議院議員と、まあ、ちょっと話をしましたけど、若狭さんなんかにはあの共同代表として、まあ、やっていくんだみたいなことはちゃんとあの言ってたみたいなんですね、はい、うん、ところがね、ちょうどやっぱりその前後1週間ぐらいだったんだけど、いろんなことがあった。まず一つはね、うん、あの葛飾区議会議員選挙って言って、はい、あの東京の、まあ、葛飾区の、まあ、地方選挙ですけど、はい、これがあのちょうど行われたんですが、うん、あのまあ、これ希望の党のいわゆる都議会版というか都民ファーストっていうね、うん、はい、ところから公認が5人いたんですけども、うん、で1人しか通らなかったですよね、そうそう、1人しか通らなかったね、うん、でこれはやっぱりね、かなり小池さんにしてみるとショックですよね。あ、うん、あの足元の、まあ、都議選っていうのはもう誰が出たって勝ってたわけですから、ですよ、ね、うん、それから比べるとね、やっぱりもうたった一人っていうのはもうこれはかなりいい選挙で、まあ、結果ショックだったと、うん、うん、まあ、それぐらい今バッシングっていうか、まあ、ひどいんだっていうのが分かるわけですね。うん、もう一つはね、やっぱり都庁の中の肝心のその都政、はい、ここでね、ものすごく実は今仕事がしにくくなってるんですね。はあ、うん、で一つはやっぱりそのこれあの都庁の職員、まあ私都庁